本日のよろっこ。やるなら今。始めたて。よろっこ。よろっこ。まあ結局今の形になったんですけど、僕ら見せられたのはそれはもうすごい球場だったんですから、外観も、はい、メジャー見たくしたかったから、ね、あ、そうですね。でも今でもメジャーっぽいですよね。でもなんかいいよ、あのカープロードってずっと行くよ、上がっていくとずっと昔の選手のやつが ありますよね。ずっと腕入ってって、なんか作りはいいよね。うん、いいですよね。で、焼肉したりな、焼肉しながら見るってやつですよね。頭くるけどね、やってる方は。煙出てるよ、火事じゃないんかい。最初にあそこ焼肉焼いてるんですよ。で、おたふくとかさ、いろんなのあるよ。あ、なるほど。話戻っていいですか。いいよ。友達のさんといえば上宮高校なんですよ、うん、当時は文武両道の上宮高校ということで勉強されて行かれてるみたいです。元木くんの頃にはもうなんかスポーツ推薦があったみたいなんですけど。なんだ。大変じゃなかったですか、野球と勉強と。とか、いや普通に中学校の部活でやってたんで、はい、高校で野球するんやったら、はい、勉強して受験してっていうぐらいしかなかったですから、僕らはそんな引っ張られるような選手でも何でもないし、普通の部活で。でも2つ上ですか、お兄さん。はい、本当やっぱり友達の兄弟ってやっぱり当時から有名だったんじゃないですか。いや全然全然です。あ、そうですか。はい、でもプロに入って兄弟がセ・リーグとパ・リーグにいて、はい、で92年93年で西武とヤクルトが日本シリーズ2連続やったんですよね。ですよね。だからそれで友達の兄弟っていうのが知ってもらえたのかなっていう感じ。一緒にやりたいと思ったことない。いや、ないだろうな。高校の時一緒にやってるじゃないですか。3年1年でやってて、でプロに入ったら同じようなタイプなんで。ああ、そっか。やっぱり似てますよね。ね、なんで争わなあかんねんって感じでしょ。ああ、そうですね。ね、まあ、まあ、そうだよね。最後はやりたかったですよね。ああ、まあそうでしょうね。なんでその文武両道ってさ話を出してくるわけみたいな。なんでやっぱりものすごく、なんで俺に対して当てつけ。最近すごい思うんだけどさ、はい、いろんなさ、はい、YouTube も出してもらうやん、はい、あの古田のやつも、なんか当てつけみたいな感じする。ああ、気にしすぎなんですよ。気にしすぎ、気にしすぎ。俺も中退だよ。あの本当普通の中学校のやつですよね。勉強しなかったな。で、あの上宮高校時代の時には、うん、あのマイク中田さんの興南高校と試合されてる。あ、マイクとやってんの。選抜で僕でも控え選手だったんで、興、はい、南高校の時にスコアをつけれる部あのマネージャーがいなかったんですよ、はい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 、で部長先生いたんですけどつけれないから、はい、当時の監督が誰がお前ベンチ入れないやつでつけるやつおるかって、うん、僕ちっちゃい時からつけるの好きだったんですよ、高校野球でも。はいはいはい、つけれますなんて手挙げたもんだから、じゃあお前つけろっつってずっと監督の横でつけてて、はい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 、いやこれエンジンが入れないんですよ、だからずっと。なるほどなるほどなるほど。ずっと座って、はいはいはい。でも甲子園行く時はお前ちゃんと監督の横でベンチ入れできるね。一応でも背番号つけて監督の横でしたから、ほんと一応出ないじゃないですか。2年生なんで外野で控えでですね。サヨナラで勝ったんですよ、こうなんで。うわ、ん、サヨナラと思ってスコアブックを置いてバーッと走っていって効果とかこう設置するんですよ、はいはい、バシッつってバシッつってバシッつって、グラウンド入ってないから全然シュートの終わった後。そうですよね。もう失敗したと思って、子供たちにはスコアブックはつけれるって絶対言うなって、だからそれから子供たち野球やってたんで。なるほど、絶対言うなよっつって。はいはい。俺はプロ入ってからやもんね、ちょっとはつけるんだけど。広島カープって最初の時に一軍やね、はい、選手がついてたからね。え、選手がこうやって言ってましたよね。え、持ち回りじゃないけどお前つけろみたいな感じですか、うん、選手が、控えの選手が。俺だってつけたことあるんで怒られたもん。で、あの頃ウエスタンリーグってさ、はい、ホーム球場でやるよな、はい、ウエスタン、はい、親子なんや、はい、だから親子だからトリプルになるかな、はい、6連戦、はい、で途中でさつけてるのさなるわけよ。仕上げとこじゃないわけよ。そういう記憶があるもん。でもスコアブックつけるおかげで、一時期あれやってる時にテレビの仕事してる時に、はい、スカーブック自分ラジオでもさ書くと流れが見えるよ、はい、スカーブックってあれ面白いよな。面白いですね。だから野球の好きな人って多分こう野球を 見ながらスカーブックつけてると、あれなんか流れあるよねって、こっから始まってるよねとか、必ずこのチームここから始まってるけど、うん、弱い方はここで終わってるよねっていう、はい、いうのが見えてくるよね。うん、
そういうことですね、うん、で一つ下に西山選手がいらっしゃったんです。誰？カープのキャッチャー。はい、あれもそう、上宮の僕も一個下です。西山、はい、今中日です。中日のコーチやってるか、はいはい、そうなんですよ。巨人も行ったよね。あいつ巨人も行きました。ああ、はい、そうですね、うん、西山も結構いろんな話があるよ。話せない話が。あ、そうですか。出てほしかったですけどね。もうね、また翔太がさ、いろんな話を知ってるわけよ。はいはいはい、で話すわけよ。はいはいはい、面白すぎ。ああ、ぜひですね。西山くんも面白い子やね。なんとなく。どんな感じだったんですか、関係性的には。あ、西はすごいなんかね、あいつも男気あるやつやったから。ほうほう。ボラン高校の時の監督がちょっと理不尽的なねものでね、僕らボイコットみたいなことしたのがあるんですよ、うん、最後の夏、はいはい、監督が2年以下でやるから、おやれやれっつって僕ら帰ってたんですよ、学校終わって、はいはい、あもう俺ら夏終わった終わったっつったら、はい、西らの年代で西が、はいはい、いや、ボラン僕らも行きませんとか言い出して、うん、はいはい、お前ら行けって来年もあるねんなみたいな。でもそういう理不尽とかもね、あいつ大嫌いだし、上の年上でややこしいのはもうグッて食ってかかるような性格やから。なるほど。西も面白かったですね。あ、いいよな、その性格で今中日のコーチができる。はいはい、いいですね。その性格似てるけどね、はい、千葉ロッテのコーチやったじゃないですか。あ、そうやな。そうですよ、オリックスもやったじゃないですか。ね、やって、もう忘れるよね、過去の。カタカも何もやってないよね、雰囲気でね。あ、そうなんですね。高難ってやったんだ。はい、で、2回戦が明徳義塾とやって負けて、あ、2回戦で負けたんですよ、先発で、はい、あ、じゃあスコアブック書いた時はマイクの時投げてた。マイクさんです。マイク、はい、早かった。早かったです。有名です。めちゃくちゃ速いマシンをセットして中田対策とかつって、あ、そうなんだ。で1キロぐらいの竹バットでフライ上げるなっつって、うん、でいきなり僕なんかもうこんなバーッと上げたら完全にボッコボコボコですよ、もうこれでもかいうぐらい。甲子園に行ってですよ。これでもかっていうぐらいです。まあね、昔はそんなよ。昔はですね、どうやってスイッチ変えた時にさ、寺岡さんっていうコーチがおられて、すごいその人を育てられたんだな、あの面では。で、寺岡さんが投げてくれるんよ、何回か広島来てな、こう投げてコントロールにで、俺こう打ったりとかってスイッチ変えたばっかしやから、上げるなって必死よ、ゴロ打ってもういいだけじゃん、ゴロ打って入ってるから、もうゴロ打つやん。でそれもあるやん、あんまりもうこう気持ち分かるやろ、ゴロ打とうしたらヘッドが顔下がって上がるやん、上がった瞬間頭出してたわけよ、割って、はい、ここにコーンぶつけるんやね。ヘルメットかぶってるけどゴーンってめっちゃコントロールいいんです、これで。痛くはないんですか。いや、ピッシュやから。そうですね。もうそれからゴロ打ちはめっちゃ良くなったよ。あれからもうグランダーやもんね。で、達川さんが言うんよ、よしと大谷翔平のバッティングはステップの仕方は一緒だって構えるから、あれ一番一緒だ、一緒ない、あの本当、はい、パッとしてこうするんよ、はいはい、で吉の場合はパンって打ったら5メーターしか飛ばないけど、大谷君はねホームラン打つってわけ。僕らでも大学でスイッチヒッターをやりだしたんですけど、はい、いろんな人の見てどうやって打ってんねやろ、どうやって打ってんねやろっつって吉子さんとかもやっぱり見てね、はい、僕らのイメージは吉子さんの場合はバスターじゃないんですけど、はいはい、グリップエンドからこういってるやつを上げてこういうイメージなんですよ。なるほどなるほど。こうやって割りを作って、はい、だからああいう風にこっからこういう出していくんやなとかね。はい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 、はい、あとは大学時代に野村健次郎が駒沢にいたから健次郎ね、同級生で、はいはい、あ、野村ってどんなバッティングしてんのかなとかって言ってね、もう教えられてやったわけじゃないから。健次郎の同級生です。宿敵健次郎。いやーでも俺のYouTube 出てくるだけ、はい、ひどすぎあいつ。今の解説もたまにやってるやん、はい、あでも嘘だなこいつな。大活躍をされてオリンピック銀メダルだったり、また出た。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。